皆様こんにちは。フルート&ミュージカル奏奏者の斉藤萌香です。この間ね、オタマトーンについてね、少しお話しさせていただきましたけど、これを買った頃にね、ちょうどね、流行っていたのがね、聞こえましたこれです。これ本当は楽器じゃないんですけども、あのびっくりチキンっていうね、ドン・キホーテとかでよく売ってるおもちゃになるのかな。パーティーグッズとかおもちゃのところにね、多分あると思うんですけど、これを、まとめてね、袋に入れて踏んで、打楽器のように使うっていうね、あの奏者の方もいらっしゃったんですけどね、これね、ついつい笑っちゃうんですよね。お腹のとこギュッと押さえて、で、っていう声が出るんですよね。で、まあ原理的にはこれに近いわけですね。パフッ。で、これと同じように中にね、あのここの喉のところ辺にあのちゃんと笛が入ってまして、でそれが入るとで、これをねリズミカルにっていう風にリズムを取ったりとか、ここぞっていうとこでで何匹か鳴らすとね、結構なインパクトなんですね。なので、これもね面白がって、学校公演始めたあたりの頃にね、子供がすごい笑うんですよね、嬉しいことに。で、これを何匹かうちに、いるんですけど、このぐらいの大きさのやつが、あとこれ合わせて2個と、中ぐらいのとちっちゃいのとってあってね。で、私が持ってるのはそれだけなんですけど、友達が持ってるのと寄せ集めて、ここぞというところでみんなでね、こう鳴らして、笑いを取っていったという、一応楽器ですびっくりチキンっていうらしいですよ。目がびっくりしてますけどね。青い服着てることを着てなくって、いわゆる口が丸く開いてて、おーって言ってるのがあるんですよ私今顔似てたと思うんですけど、そのチキンの方が、今ただいまね、ちょっと脱走中です。どこに行ったかな。この間ちょっと使ったんですよ。それで今旅にちょっと出てますね、という形で、今日はオタマトーンに続いてびっくりチキンのご紹介でした。いろんなものね、身近にあるものが、意外と楽器になるっていうのはね、あの打楽器の方と知り合ってからね、本当にあのいろんなことを教えていただいてます。スプーンとかもね、ダブルで鳴らしたらね、カスタネットみたいに面白く使えるっていうのもそうですし、なので身の回りにあるものでいろいろとまた遊んでみてください。そしてこういう感じのね、なんか使えそうなやつ見つけたら、ぜひいろいろとね、それでね、音楽楽しんでみていただけたらと思います。それでは皆様、またね。